高橋三吉、高橋三吉、高橋三吉、明治十五年、1882年8月24日、昭和四十一年、1966年6月15日は、大正から昭和期の日本の海軍軍人。最終階級は、海軍大将。高橋は、旧岡山半々市で、区内省志人、高橋信隆の三男として、東京市に生まれた。 公玉者4年在学中に海軍兵学校に合格し、明治34年1901年に第29期を125人中5位の席次で卒業。同期に藤田久則大将や与内三政大将がいる。ことに佐久間務とは兵学校入学前からの親友であったと後に本人が書いている。日露戦争には駆逐艦村雲乗組員として参加。 公開開戦後に戦艦、四季島の分隊長に転任して日本海海戦に参加した。日露戦争が終わると法術練習所に入所して法術を学び、明治41年1908年に海軍大学校をつし、翌年に法術学校高等四43年1910年に海軍大学校講師と、 工術に関する技術習得と研究に勤しんだ。遺憾時代は、このように、高等教育を受けたり、官邸の分隊長を歴任して、経験を積んだりと、典型的な成績上位者の下積み時代を過ごしている。第一次世界大戦中の大正4年、1915年2月から、翌年4月まで、少佐に進級していた高橋は、欧米諸国を出張視察した。 とはいえ、欧米諸国の軍艦に乗り込んで海戦を視察する、艦船武艦の地は得られなかったため、戦場を見ることはなく十五の社会を広く見分するに、止まった。視察から帰国した高橋は中佐に昇進。大正六年、1917年6月に第一、特務艦隊参謀に任じられて、海外派遣されるまでの1年間、戦隊参謀や戦艦副艦を務めた。 第一特務艦隊は、インド洋を横断する連合軍の補給船団を、ドイツ潜水艦の攻撃から守るために、臨時編成され、シンガポールとケープタウンに常駐して、護衛任務を担当した。実際はドイツに、インド洋まで潜水艦を派遣する余裕がなかったため、この艦隊は、対戦戦闘をほとんど経験することなく、高橋は、半年の任期を全うして帰国した。帰国後、 大佐に昇進するまでの3年間は、横須賀鎮守府や、第二艦隊の参謀、海軍大学校の教官を歴任している。なおこの時、留守を守る夫人に変な虫がつくことを心配し、佐世保鎮守府で内勤していた、与内三政のもとに夫人を預けている。後に、高橋は強硬な艦隊派となり、米内は壊滅した条約派の意志を継いで非戦に徹することになり、 両者の思想心情は大きくかけ離れていた。しかし私生活においては、高橋と米内は強い友情で結ばれていたと言われる。同級生の藤田久則と共に、中高等で出世に無頓着な米内の潜在能力を早くから見抜いており、自分と藤田より米内の出世が一年遅いことを苦々しく思っていた。高橋が海軍の歴史に顔を出すのは2年間勤めた。 大学校教官を退いて、大象11年、1922年11月に着任した、軍令部、第二課長の時代である。前年に、ワシントン軍宿条約が調印され、高橋が課長に着任する直前の8月に発行となっていた。法術選考の高橋としては、幻に終わった88艦隊があまりにも惜しく、条約に反対することを決意した。 政府を牽引して条約を成立させた加藤智三郎大臣以下の海軍省が強力な権限を発揮したことを読み取った高橋は海軍省から軍令部に権限を譲渡させ軍令部の発言力を強化すべきと考えた。早速加藤幹事軍令部次長や末次信政大一般長に進言したが実際にワシントン会議で主張を一周された藤と末次は 時期焦燥として、高橋の震源を却下した。遡って大正4年、軍令部の権限拡大運動を獲得した佐藤哲太郎中将は、軍令部次長に着任して、わずか4ヶ月で更迭された。加藤や末次が、佐藤の二の舞を避けたいと思うのも無理はない。しかし、高橋案が却下されてから実現まで、わずか10年の歳月しか経たなかった。 大正13年から翌年にかけて、高橋は、布設艦、麻生、戦艦、布装の艦長を歴任し、大正14年、1925年12月に、少将へ昇進すると同時に軍令部、第二班長に着任した。戦術戦略を担当する、第一班と違い、高橋が担当する、第二班は戦争指導が主務であり、高橋の治安を扱う部署ではなかった。 大正15年、1926年11月、連合艦隊参謀長に着任した。連合艦隊司令長官は、加藤幹事で、連日激しい訓練を強いていた。このため、高橋の着任中にも、不説艦、常磐の嫌い自爆事故など小規模な事故が相次いだ。連日の猛訓練の結果、昭和2年、1927年8月24日、 野衆訓練中に、巡洋艦、人頭特築艦、わらび、巡洋艦、中特築艦、足の多重衝突事故が発生した。いわゆる三保の席事件である。この時連合艦隊は、大混乱に陥ったため、高橋は、機関、長戸に退避を命じ、加藤も賛同した。それに対して、 大川内伝七三宝が土星と共に抗議し、絶句した加藤に代わって高橋が謝罪して、前言を撤回し、事故の収束に当たった。高橋本人は、大川内の比例ながら、制国を得た抗議に感服したが、加藤はわだかまりを感じたようで、後に、大川内と同郷の百武言語に、大仙内や百武の郷土佐賀の人間は偏屈で、強力口を滑らせ、 逆に百武から罵倒される原因となった。加藤は末継信政や中村良三と共に高橋を副心として高く評価していた。しかし実際は末継は加藤を最大限利用したに過ぎず高橋と中村にとって加藤は頼るべき存在ではなくたまたま上官になっただけの関係とみなしていた節がある。昭和三年1928年4月 連合艦隊に初めて空母を組み込むことになり、赤城を中心とした第一航空戦隊が設けられた。この初代司令官に任命されたのが高橋である。法術一筋の高橋にとって、空母の運用は全く異質なために相当困惑し、一度は辞退したものの、前言溶撃作戦に航空機を導入する絶好の使用機関であると説得されて着任した。当時の赤城艦長は、 山本五十六大佐で、山本以下のスタッフの働きに、高橋は大いに満足した。と同時に、航空が艦隊の中で重要な位置を占めると確信できたようで、後に連合艦隊司令長官に着任した頃、山和武蔵の建造が始まった際には、戦艦建造の必要性があるかどうか再考を促すコメントを残している。鉄砲屋の高橋が終止えしたことに、 議官たちは驚きつつも、軍令部の意向に反して、自分の経験だけで計画に横やり折れるとは、連合艦隊司令長官はそんなに偉い立場なのかと反論されている。集団を挟んで合計1年の司令官生活を終えて、海軍大学校長に転任する。この期間に、高橋は、上芝森平が創設した、愛木道に継投して、上芝の門下生となり、 武道としては、新山の合気道を大学校教育に導入することも検討した。昭和6年、1931年、高橋が長らく温めていた、軍令部の権限強化を実行する絶好の後期が訪れた。満州事変が勃発し、関東軍の独走を自後承諾する形式とはいえ、参謀本部は、陸軍省より迅速に事変への介入と指導に、 邁進した。陸軍省をもしのぐ参謀本部の実力が遺憾なく発揮されたことで、海軍省に頭が上がらない、軍令部の現状に問題提起しやすくったのである。さらに軍令部長に、伏見宮広康王が着任し、高橋が昭和7年、1932年2月に、軍令部次長に招聘されたため、私服10年にして、市案を堂々と提出できる立場になった。 伏見宮の激励も追い風となり、高橋は海軍省の権限を少しずつ剥ぎ取って軍令部のものに変えていった。なお昭和7年に出版された米国海軍の真相、優秀会は、米国の工業力は日本の10から20倍、米海軍軍人の指揮、能力は日本海軍軍人に劣らないなど、日米海軍の戦いでは日本の価値は、 おぼつかないとする内容の書籍であったが、高橋は海軍軍令部次長として、これを極めて高く評価する推薦文を寄稿している。昭和8年1933年3月、高橋は軍令部条例と勝負御章規定の改定案を提出した。この両法令は、平時に海軍省が掌握している人事権や予算編成の権利を 緊急を要する戦時には、軍令部へ預けて、迅速な戦争遂行を進める一方、終戦とともに、海軍省へ返還する各種の権限を定めてある。これを平時にも軍令部に完全移譲させようというのが、高橋の最終目標であった。この改正案は、昭和天皇が一読して、人事や予算が軍令部の勝手に使われる恐れが、極めて高いという量子ほど劇的なものであった。 軍令部と海軍省の交渉は難航することが必死で実際に最初の衝突となった課長級協議では、南雲忠和第二課長と井上成美軍務局第一課長の罵倒合戦となり予想通り決裂した。この席で南雲が井上を脅迫したことはよく知られている。島田重太郎第一班長と寺島県軍務局長による局長級会議。 高橋と藤田久則海軍次官との時間級協議も決裂し、高橋個人としては同期の友人でありライバルである藤田と戦うことには引け目を感じていたが、時間級協議が決裂しても最終協議をする伏見宮部長に対して大隅峰夫海軍大臣がことを唱えることはないという賞賛があった。高橋の予想通り、大津は伏見宮に屈服して、 改正案が認められた。こうして十年越しの野望を達成した高橋は、この年の十一月定期道で第二艦隊司令長官に転任して赤レンガを去った。早速、大隅人事と揶揄される条約派宿制の人事が発動しようとていた頃である。先に航空戦隊司令官を経験した高橋は、最前線部隊の第二艦隊にこそ航空戦隊が必要と説いた。 しかし空母そのものが三隻しかないため、航空船体は第一艦隊しか設置できなかった。高橋の要望が叶ったのは、四隻目の空母、龍城が完成し、高橋が連合艦隊司令長官に栄転した翌年十一月のことで、第二艦隊時代に空母を運用する機会はついに訪れなかった。実動部隊の頂点に立った高橋の人気は、 昭和9年から11年までの2年間で、ここでも高橋は苦労を強いられた。昭和10年、1935年9月、台風接近の報告を知りながらも、訓練を強行したために、多数の艦艇が波浪で損傷する第4艦隊事件を招いてしまう。高天寺の艦隊運用ができると判断し、爆料の制止を押し切った高橋の判断ミスによるものだが、 責任を問われなかった。昭和11年、1936年2月には、陸軍行動派による2.26事件が勃発。この時には、軍令部、海軍省とも大混乱に陥り、反乱軍を鎮圧すべきか黙認すべきか判断でき、状況になった。高橋は独断で、第一艦隊を東京湾に、第二艦隊を大阪湾に突入待機させ、いつでも、 反乱軍を攻撃できるよう万全な準備を整えて待機した。幸いにも反乱軍は自ら退去し、事態は収拾された。この年の4月に大将へと登り詰めた。昭和11年末の定期移動で高橋は現場を去って軍事参議官に退いた。ロンドン軍縮条約が破棄されて県間競争が始まり、路甲橋事件を契機に日華事変が始まる時期である。 高橋は、軍令部の権限強化を望んで、自ら実現化させてはいたが、だからといって、台米戦争を積極的に起こす気もなかった。しかし、軍事参議官を務めている間にも、海軍では、台米戦も辞さない空気が広がりつつあった。中米武官の経験があって、台米協調を重視する将官に、百武言語、長谷川清山本五十六らがいたが、 海軍省で戦争回避に奔走できるのは山本ぐらいしかいない。そこで高橋は藤田と共に海軍を去ることを決意する。両者が辞めることで一年遅れで昇進していた与内三つ正を表舞台に引き上げようと格索したのである。米内が第二十九期筆頭に昇格すれば第三十二期の山本では指揮できない三十一期の大米強硬派を制圧でき、 官職に追いやられた、百武や現場指揮官に任じられた、長谷川米内の後継者として、海軍省に呼び戻すことも可能になるのである。それを期待して高橋と藤田は身を引いた。米内が一度は、日独一三国同盟を尻けたことは、両者の思惑通りであり、米内が両者の期待に応えたのは周知の通りである。しかし、首相時代に陸軍から足を救われ、 急速に求心力を削がれていったのは想定外のことであった。高橋は昭和14年1939年に予備役編入を受けたため太平洋戦争開戦前に台米戦に関して公的な意見を述べる資格を失っていた。軍事参議官時代から趣味の油屋書に没頭しつつ東京港水上消防署設立協賛会。 会長などの名誉職を与えられて、悠々自的な暮らしをしていた。終戦後、満州自変時の海軍首脳として GHQ に逮捕された。伏見宮総長、大隅大臣が共に死亡し、佐根寺正造次官は大隅人事で追放された、非戦派のため捜査の対象外で、高橋は唯一逮捕公禁が可能な首脳だったためで、ある。菅野では、 意気消沈して一時期は抑うつに近い無気力に陥ったが、笹川良一の励ましを受け、ふんどし姿で放火しつつ踊るなど自らをこぶし、続、不規則釈放となった。なお高橋は、三吉姉さんの愛称で呼ばれたが、それは、要望からではなく、当時の東京の下流会で非常にモテたこと、柳橋芸者が、吉、奴と名乗ることを、三吉という名に引きかけたものだという。 また、白金の洋館に住まい、油絵や書など芸術を好み、部下の面倒見が、よくさっぱりした性格など、高橋の豊かな内面性に由来するとも言う。息子の高橋健治は、終戦直後の東京で、サンドイッチマンとして活動し、鶴田浩二のヒット曲、街のサンドイッチマンのモデルとなったと言われる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。